モスキートチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、モスキートチャンネルです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で休園していたディズニーリゾート。しかし、7月1日に約4ヶ月ぶりに運営を再開し、私もその数日後に行ってきました。久しぶりのパークで楽しみにしていたことといえば、そう、パーク飯です。ディズニーランドにはそこでしか食べられない美味しいフードメニューがたくさんありますが、一番美味しいのは、ブーンタウンのミッキーのトレーラーで提供されるスプリングロールです。しかし、そう、なんと営業休止となっていました。そして思ったのです。ないなら自分で作ればいいじゃない。そんなこんなで、今から大好きなスプリングロールを作ることにしました。パークで販売しているスプリングロールは、エッグ&シュリンプとピザの2種類なので、両方とも作ります。今回使う材料は大体今映っているものになります。まずは卵を茹でます。茹で卵を剥きやすくするコツはいろいろありますが、私は茹でる前に卵のお尻にヒビを入れておくことと、水の状態から卵を入れて茹でるの2種類を実践しています。続いて、スプリングロールの具の準備です。ステンレスのボールがエッグ&シュリンプ、ガラスのボールがピザ用です。みじん切りにした玉ねぎ1個、ピザ用が少し多めになるように分けて入れ、エッグ&シュリンプにエビ、ピザにはピーマン1個をそれぞれみじん切りにして入れてます。エッグ&シュリンプ用のボールには、水で冷まして殻を難なく剥いた茹で卵3個を包丁で切って投入。そこにマヨネーズ、塩、ブラックペッパーを入れ、卵の白身を細かく切りながら混ぜます。混ぜ終わったら味見をして味の調整をしますが、今回は調整の必要はありませんでした。私の料理は基本的に大体こんなもんだろうと調味料を入れ、味見をして調整していきます。レシピ通りの味付けが自分の好きな味とは限りませんからね。続いてピザ用の具を調理します。フライパンにオリーブオイルを入れて温め、先ほどの玉ねぎとピーマンを投入。塩、ブラックペッパー、ハウスの粗挽きガーリックを入れ、オレガノで香りをつけます。しばらく炒めたらホールトマトを入れます。ホールトマトがある程度混ざったら、コンソメ、ケチャップ、オリゴ糖で味をつけます。オリゴ糖を使っているのは液状なので砂糖より使いやすいのと、何か体に良さそうな気がするからです。その後、水分が飛ぶまで煮詰めたら出来上がりです。それでは春巻きの皮に具を乗せて巻いていきます。何せ、春巻き作りは今回が初になるからです。
は1袋に10枚入っており、作ったエッグ&シュリンプの具がちょうど半分の5個分作れました。続いてピザ味のスプリングロールを作っていきます。パッケージには、グミ水分が多いと皮が破けやすくなりますと記載されています。なぜ今この話をしたかと言いますと、このピザ用の具、水分が多かったのです。ご覧の通り、皮に具の水分が染みてしまっています。さあ、油で揚げていきます。まずはエッグ&シュリンプです。端の部分の処理がいまいちだったので少し開いてしまっています。ある程度色が効いたら油から出します。そして問題のピザです。あ、こっちは向けた。ピザも5つ作りましたが、ここで1個が持ち上げようとして皮が破けました。中身が出てしまったので、揚げている最中に生ではありますが食べました。揚げている最中にも1つの中身が溢れ出したので救出して食べ、残りは3つになりました。はいはい。そしてなんとかスプリングロールが完成しました。今回の敗因としては、皮の巻き方が下手くそだったことと、ピザの具が水分多めだったことです。ピザの具はもう少し煮詰めるか、水溶き片栗粉でとろみをつけた上でちゃんと冷やした方が良かったです。味の方は美味しかったので、この失敗が悔やまれます。早く気軽にパークに行けるようになって、ブーンタウンでスプリングロールを食べれる日が来ることを願っています。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。